レフ・リボービッチ・シェスタコフは、スペイン内戦で活躍したソ連空軍のエースパイロットである。シェスタコフが登場していたラグ3 9 3 6年に軍事大学を卒業した後、1937年にスペイン内戦への従軍を志願し、1937年にスペイン共和国空軍戦闘機体に配属された。ポリカルポフアス1 6に登場し、 スペイン内戦の間に90回出撃して、単独での撃墜8、共同撃墜31を記録した。シェスタコフは1939年9月に第69戦闘航空団に転属したが、この時点でソ連空軍において最も有名なエースの一人であった。1941年6月に独ソ戦が始まると、シェスタコフは、 第69戦闘航空団でオデッサの戦いに参加し、1941年7月16日には第69戦闘航空団長となった。オデッサの戦いにおいて、第69戦闘航空団は94機撃墜を記録している。シェスタコフラの活躍により、ルーマニアクヨ軍は多大な損害を受けたため、ルーマニアクヨ軍司令部は、 空軍全体を東部戦線から撤退させている。第69戦闘航空団は1941年末に旧式化した I-16 からラグ3に起死転換しスターリングラードに移動した。シェスタコフはその後3年間にわたってスターリングラードを含む各地域で指揮を取った。8月9日、シェスタコフは ドイツ空軍第77戦闘航空団のメッサーシュミット BF-1914 機に護衛された第27爆撃航空団のハインケル AGE-111 の変態と遭遇した。第69戦闘航空団は損害ゼロで9機の BF-109 を撃墜したと報告したが、一方の第77戦闘航空団は1機が被弾したのみと報告している。 セスタコフは1944年3月13日に撃墜されるまでの間に200回以上出撃し、32回の空戦で26機の撃墜を記録した。1944年3月13日にドイツ爆撃機体の迎撃に向かったまま未期間となった。戦後、同僚であったウラジミール・ラブリネコフは、ヒズコールコードソケル1と題するセスタコフの電気を発表した。 その中で、セスタコフは、黄金騎士鉄十字章を受賞したシュトゥーカのエース、クルトレンナーと戦ったとされている。クルトレンナーなる人物は実在しないが、セスタコフと同じ戦域には、唯一の黄金格用剣付ダイヤモンド騎士鉄十字章受賞者で、ある、シュトゥーカパイロット、ハンスウルリッヒルーデルがいた。セスタコフは1944年1月から、ルーデルを撃墜しようと試み、 胴体に派手な独者のペイントが入った187を、レンナー、ルーデルの蒸気と見て探し回っていたという。彼の死後、ルーデル機に命中弾を与えた後に撃墜されたという噂が流れたが、ルーデルは軍歴において敵機に撃墜されたことはないため、セスタコフは、ルーデル機を攻撃したものの大きな損傷を与えることはなかったと考えられる。ルーデル自身は、 次元で次のように記している。ガーデルマンが撃墜したのか、私が急旋回した時にエンジンから発生した余波で墜落したのか。それは重要なことではない。私が装着しているヘッドホンに混乱と悲鳴が混じったソ連軍の無線が突然入ってきた。ソ連軍に何が起きたのかを考えたが、それはとても重大なことではないかと思えた。そして、 ソ連軍の無線から我々と交戦したのは、ソ連の英雄で有名な戦闘機パイロットであることが分かった。私は彼に名誉を与えるべきであろう。彼は優秀なパイロットであった。第二次世界大戦において、共同戦果を含めて、撃墜65機を記録し、ソ連邦英雄、レーニン勲章、赤旗勲章及び祖国戦争勲章を受賞した。 トマス・ポラークとクリストファー・ショアーズの調査によると、シェスタコフは、バシリー・ネーデンコに次いで、ソ連空軍第2位の撃墜数であり、リバーン・コジドゥブを上回るとしている。他の調査では、ネーデンコの撃墜数は、もっと少なく、コジドゥブが1位とされている。ありがとうございます。